消灯消灯は東京都渋谷区の町名現行行政地名は消灯1丁目及び消灯2丁目郵便番号は150-0046渋谷区の南西部に位置し町域内の多くは住宅地として利用される東京都心を代表する高級住宅地の一つとしても知られるが消灯はかつてこの地に祭園消灯園があったことにちなみ サエンの名が町名となった珍しい例である。町域は邸宅が多くを占め、文化村や戸栗美術館、渋谷区立小動美術館、関西能楽堂といった文化、芸術関係の施設も多く見られる。このため、小動文化、村ストリートと称しての町おこしが図られている。北、東、南側は同じ渋谷区内で、北部は神山町に、東部は 宇田川町に、南東部は道玄坂に、南部は炎山町、上泉町にそれぞれ接する。西部は山手通りを含み、目黒区小場に接する。住宅地の地価は、2021年1月1日の工事地価によれば、小島1の13の7の地点で184万円、平方メートルとなっている。この一帯は、江戸時代に中支部岩村、 中都与沢村などといい、障子名として、大仙、大向井、神山などがあった。大仙には、紀州徳川家の下屋敷があった。1876年、旧佐賀藩主の鍋島家がこれを譲渡された。11代当主の鍋島直弘は広大な土地に、佐山茶を移植して、茶園を開き、四族樹山の元武士に運営を依頼し、小島園と命名した。茶の銘柄も、 小灯とされ、一時は東京市中に高級茶として知られた。治療近くに直広の四女、信子の突入先の松平常優が居住している。1890年に東海道線が開通すると、静岡茶などが流入、小灯園の茶業は振るわなくなった。このため菜園は廃止され、1904年には鍋島家が経営する畑果樹園主畜牧場、 鍋島農場と農務省が運営する出築牧場渋谷支所に分かれた。関東大震災を契機として、鍋島家は屋敷地を移住者向けに分譲し、高級住宅地となる。中堅八高で知られる、定大教授の上野秀三郎もここに住んでいた。1924年、鍋島家は、湧水池のあった出築牧場の一角を自動遊園として開放し、 さらに1932年10月にはこれを東京市に寄付。1934年4月からは渋谷区によって管理されることになった。この間、小島は1928年に住所町名として採用された。流水池のある広大な鍋島公爵庭は太平洋戦争後の家族制度廃止により公園として整備され、現在では 鍋島小島公園となっている。2017年12月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅はないが、京王井の頭線、上泉駅が利用可能な範囲にある。ありがとうございます。